照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズの20回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますのでね、楽しみですね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはイーグルスの先発福井が楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。体に近いところ。さあ4球目は何か。ファウルになります。打ちました。センターに強い打球、これはどうか。センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで9試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れます。入った。ホームラン。先制のツーランホームランです。オリックスバファローズ、これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところです。初球打ち、高い打球、ライトが追いかける。追いかけ、入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。イーグルス追加点を許します。3対0。相手主砲の一振りでした。バッターは注目のルーキー九里。好調の今シーズン、現在パリーグの首位打者です。イーグルス初回から相手打線に捕まっています。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる。センターライナー掴んで、これで2アウトです。バッターは鈴木。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。2アウトになっています。初球ボール。2球目打ちました。ヒットになった。2アウトランナー1塁。バッターは注目のルーキー秦。昨日のゲームは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ2球目は何か。2球目打ちました。ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。茂木が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランが飛び出しました。3対0。バファローズ2回の表。さあバッターは山下。8番キャッチャー山下。初球は何から入ってくるか。山下打った。センターに大きな打球。センターバック、センターバックする。センターオーバー。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあまず1球目打ちました。取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。さあそしてバッターボックスには水口入ります。さあワンアウトになりましたが、ピンチは続きます。まあこのままの点差で回を終われるようにしっかり集中したいですね。打った。レフトに大きな打球。レフト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。4対1。イーグルスもうこれ以上点はやれません。2番バッターブライアント。イーグルスこの回1点を失っています。さあ3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。
ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、5対1イーグルス、もうこれ以上点はやれません。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い、ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、伸びる、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックス小栗、さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。初球ボール、次が2球目、打ちました。これはどうだ、ピッチャーが取る、ツーアウトになりました。打席には5番バッター栗、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりです。打ちました、大きな打球になった、ズズライトポール際、判定はファウル。打ちました浅村、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ4点を追加しています。7対、これから3回バファローズの攻撃です。里崎さん、点差を離される展開となってしまいましたね。そうですね、まだ序盤ではあるんですけど、まあ今日はなかなか厳しい戦いになりそうですよね。はい、なんとか耐え忍んでという試合になりそうです。引っ張った、これはどうか、藤田、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには7番羽田、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ストライク、2球目は何で来るか、打ちました、難しいバウンド、セカンド取った、これがチーム10本目のヒット、ノーアウトランナー2塁1塁。さあイーグルス、得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。うん、そうですよね。まあチャンスに非常に強いバッターが、打ちました、大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、8対3イーグルス、もうこれ以上点はやれません。打席には9番バッター牧、まあイーグルスとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。これが2球目、インコース高めのストライク、バッターの牧、今シーズン得点圏での打率は5割。インサイド落ちました、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、9対3イーグルス、もうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります、バッター水口、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけない。打った、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、センター深いところを破っていきました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、10対3イーグルス、もうこれ以上点はやれません。2番バッターブライアント、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。打ちました、ここはフライになっています。ピッチャーが構えます、掘ってワンアウトです。バッターボックスは3番デイビス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね、はい、初球打ち、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、セカンドランナー三塁を回った、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、追加点が入りました。オリックスバファローズ見事なタイムリーヒット、12対3イーグルス、もうこれ以上点はやれません。バッターボックスには指名打者の小栗、初球ボール球です、中へのストライク、
これが3球目。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。寺岡一塁送球します。アウト、ツーアウト。打順は5番クリ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ファウルになります。2球目打ちました。この打球はフライになっています。ファーストが落下点に入ります。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、そういった攻め。打った、大きな打球になった。レフトバックする、バックする、レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。初球空振りです。バッターボックスの羽田、今シーズンの得点圏打率は6割ちょうど。2球目打ちました。下がっていく、下がっていく、ぐんぐん打球入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。イーグルスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは高梨。さあマウンドを任されたのは高梨。今シーズン21試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。空振り。ボールになります。低め。三遊間、藤田掴んでワンアウト。打順は9番牧。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけません。いい当たり、これは三塁側のスタンドに入ります。さあ2球目は何か。いやー、ゾーンの隅っこですよね。いいコントロールしてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。あっという間に2ストライクです。三遊間、藤田掴んで、これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。打順はトップに帰って水口。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、打ちました。これはどうだ、センターに抜けました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは2番ブライアント。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。引っ張った、ヒメネス。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスデイビス。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。バファローズこの回7人目のバッターに痛烈、これはどうか、ワウンドヒットになりました。ホームに送球する、サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。15対6、イーグルスなおも3塁1塁のピンチです。これが1球目。まず初球しっかりと見極めました。ファウルです。ワンボールワンストライクです。引っ張った、取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。15回の表。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン。ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。
三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは6番鈴木。今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。この試合は先発野手全員安打を達成しています。里崎さん、ちょっと打たれすぎですよ。ジャストミート、レフト下がっていく下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。7番バッター加田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、最初は変化球持ってきました。ストライクです。変化球わずかに外れました。打った、茂木抑えてワンアウトです。打順は8番山下。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。最初は変化球できました。インロー、ボール先行です。変化球が決まりました。外への変化球、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打の金村。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあこれ以上点はやれないですからね。ピッチャーにはなんとか踏ん張ってもらいたいですね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。初球は大きな変化球、ボールになります。真ん中打ちました、ファウルになります。次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね。なるほど、そうですか。引っ張った打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフト掴んでツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど、そうですか。危ない球です。ボール先行です。打ちました、ショート取った、一塁へ送ります。これで4打席連続のヒット。2アウトランナー3塁1塁。イーグルスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の湯気。さあマウンドに上がったのは湯気、今シーズン9試合目の登板です。前回の登板では勝ち投手になっています。バッターボックスには代打の村上。バファローズこの回7人目のバッターになります。これが初球、はい、初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。ファウルになります。空振り、ここはランナーを変えさせません。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームラン。楽天生命パーク宮城からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはデイビス。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。イーグルス厳しい展開で6回を迎えています。さあ里崎さん、打ちました、これは大きい、伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。バッターボックスには5番クリ。まあイーグルスとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。
打ちました。ライトバックバックバックするフェンス直撃、三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、イーグルス。なおもピンチです。打席には6番バッター鈴木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、2球目打ちました。レフト追う、センター追う、頭上ぐんぐん打球入った、ホームラン、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。イーグルス追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは7番羽田。ファウルになります。しっかり捉えた、センター下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。引っ張った、サードが前に来る、取った、1塁へ、ツーアウトになりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。打った、大きな打球になった、この打球は落ちそうだ、右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、イーグルス。もうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター水口、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。初球ボール球です。引っ張った、これはどうだ、レフト前ヒットになります。ホームに送球、これで5打席連続のヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。打ちました、痛烈な打球、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びて入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これがチーム8本目のホームラン。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。イーグルス追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。イーグルスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のブセニッツ。さあマウンドを任されたのはブセニッツ、今シーズン24試合目の登板です。昨日に続いての連投となります。初球ストライク、変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。外へのカーブ外れました。アウトコース見送っています。打ち上げた、これは大きい、伸びていく、この打球はフライになっています。5球目打っていきましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやーもちろんですよね、最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出す。これはセカンド浅村掴んでワンアウト。5番バッター栗、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。打順は6番鈴木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。今日はバッティング絶好調、2打席連続ホームランが続いています。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。打ちました、茂木、二塁を送ります。アウト、ここは送球が間に合い二塁フォースアウト。バッターボックス羽田、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ゲッツー崩れでランナー残りました。2球目打ちました、この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ、
ヒットになった。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。イーグルス、もうこれ以上点はやれません。バッターボックスは8番山下。抜けたような感じになりました。大きく外れます。ボールになります。ボール先行です。引っ張った。サード取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。バファローズのリード広がっています。8回の表バファローズの攻撃、今日は守備で交代してそのまま出場している新井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。打ちました。伸びていく。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。さあ初球は何か。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、イーグルス、なおもピンチです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。うん、そうですか。さあバッテリー引っ張った。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁まで進みました。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット、イーグルス、もうこれ以上点はやれません。バッターは3番デイビス。バッターボックスには代打のドレイパー。さあバッターはドレイパー。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。危ないボールですよね。まあピンチヒッターは初球から狙ってきますから注意したいですよね。そうですね。打ちました。右中間に大きな打球、ライトセンター下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム9本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。イーグルス追加点を許します。代打に浴びた一発でした。バッターは DH 小栗。最初は変化球できました。改めてお聞きします、バッターボックスの小栗、バッターとしてはどういう。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。イーグルスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは青山。さあマウンドに上がったのは青山、2試合連続の登板となります。インサイド見送っています。次が2球目、走ってきた、ファウルになります。ランナースタート、ヒットエンドラン、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターボックスには6番鈴木。バファローズこの回7人目のバッターになります。最初は変化球できました。バッターボックスには代打の粟口。鈴木に代わりまして粟口、バッターは粟口、背番号7。2球目は何で来るか、外れていきます。ボール先行です。
内に持ってきました。ストライクが入りません。いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。代打アーチでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは7番羽田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。打ちました。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。8番バッター山下、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトになっています。バッターボックスには代打の古久保。ワンアウトになっています。古久保、バッターは古久保、背番号57。初球打ち取りました。ツーアウトになりました。バッターボックスは9番新井。今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。打ちました。浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには代打の大石。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上点をやれないですよね。まあここ踏ん張りどこですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、いい送球、失敗。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっ、小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を打ちました。浅村アウト、ワンアウト。バッターは村上、先ほどの打席でタイムリースリーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。青山、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。ここはフライになっています。青山が掴んでツーアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ツーアウトになっています。引っ張った、銀次、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。バファローズ大量リードして、残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズの21回戦です。
解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。切れていきます、ファウル。ご注意ください。インハイ決まっています。ノーボールツーストライク、ファウルです。インサイド落ちました。これはどうか、センターへ抜ける。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは新井。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。当たってましたよね、バットが惚れてましたからね。はい。さあ今日も好調。走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかった。引っ張った、打球はライトへ。この打球はフライになっています。セカンドランナータッチアップ、ランナー進めてきましたね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。そうですね。引っ張った、レフトへ打球伸びる。さあサードランナーはどうする。サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン。バファローズ1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0、序盤から先手を取られています。バッターボックスには指名打者の小栗、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。イーグルス初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやられてます。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー1塁。バッターは注目のルーキー栗。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。そうですよね、本人も今状態がいいんだと言ってましたからね。はい。さあ今日も続けることができるんでしょうか。ヒットでランナーを1塁に置いています。3球目打ちました。これはどうか、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、2対0になりました。イーグルス、これで2点ビハインドとなりました。6番バッター金村。イーグルスこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。バッターの金村、今シーズン得点圏での打率ドカーンと大きな当たりです。高く入った、ホームラン、ツーランホームラン。イーグルス、その差を4点に広げられる重い一発となりました。真ん中に入ってしまったストレート、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは鈴木、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。イーグルス初回から相手打線に捕まっています。打った、これもいったか、大きな打球になった、レフト下がって入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。イーグルス追加点を許します。5対0、ここで一発を浴びてしまいました。バッターは注目のルーキー古久保、今シーズンここまでホームランは38本。イーグルスこの回先制点を許しています。最初は変化球できました、ボールになります。打ちました、痛烈な打球、切りました、ファールボールです。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ犠牲フライで先に点を取りました。5対0。2回の表バファローズの攻撃、バッターは吉田。さてイーグルスの先発は引き地、これが2試合目の登板になります。前回の登板は2回3分の1を投げて自責点7、負けがついています。ファウルになります。さあ3球目は何か、打ちました、取った、一塁送球アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順はトップに帰って水口。
まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。インサイド落ちました。破っていった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックス新井、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど、そうですか。バッターボックスの新井、今シーズンの得点圏打率は5割8分。インサイド落ちました。ライトライナー掴んで、これで2アウトです。打順は3番デイビス。まあイーグルスバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。ここはバッターの裏をかきたいですね。はい、引っ張った、サード取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。小宮山さん、例えばブルペンでも今日は調子が良くないなという時、マウンド上ではどういった気持ちになるんでしょうか。まあ、いつもにも増して不安が増すし。初球打ち、ここはフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスは5番クリ。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。取った、アウト、2アウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。初球ボール、これが2球目。打った、大きな打球になった、レフトをバックする、バックする、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。低めのボール、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。ここで一発を浴びてしまいました。その差一気に6点と突き放されました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。3アウト、チェンジ。しかしこの回、これから4回バファローズの攻撃です。さあマウンドを任されたのはハーマン、今シーズン29試合目の登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあ打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには9番吉田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は1番に帰ります、バッター水口。今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。ランナー飛び、ランナー挟まれた、二塁へ、タッチはアウト、これで2アウト。打ちました、セカンド取った、アウト、際どいタイミングでしたが3アウト、チェンジです。この回バファローズ結局3人で攻撃を終えています。里崎さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。まあそうですね、悪い流れを断ち切りたいですから、このイニングは絶対にゼロで抑えたいですよね。そうですね、ゼロに抑えられるか注目。2球目打ちました、ヒットになった、新井、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー1塁です。打席には3番バッターデイビス、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さて今日のイーグルスの先発は2球目打ちました、この打球はフライになっています。ショートが構えます、野木が抑えています。ワンアウト、バッターボックスには指名打者の小栗、
先ほどの打席はライトフライに倒れています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。なるほど。バッターの小栗、今シーズン得点圏での打率は5割3分4厘となっています。打ちました。浅村一塁へ送ります。ツーアウトになりました。バッターボックス栗。まあイーグルスとしてはここはビシッと抑えて反撃につなげたいですよね。はい。さあどういうピッチングをしてくるのか。ファウルになります。さてバッターの栗、どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまい上に2球目打ちました。ここは打ち上げています。セカンドが構えます。浅村が抑えて3アウトチェンジです。バファローズサードランナー残塁に終わっています。6対0バファローズ大量。楽天生命パーク宮城からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスは6番金村。打ちました。藤田アウト、ワンアウト。打席には7番バッター鈴木、今日はホームランを放っています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。膝元をつきましたが外れました。ボールになります。打ちました。センターに強い打球、センター下がっていく、下がっていく、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフトオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、7対0イーグルス。もうこれ以上点はやれません。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。低め、これは外れた。バッターボックスの吉田、今シーズンの得点圏打率は6割飛んで7厘となっています。打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。さあ5球目は何か。インサイド、弾き返した打球はセンターへ、ここはフライになっています。セカンドランナータッチアップ、打順はトップに帰って水口、今日は盗塁を2つ決めています。ツーアウトランナー3塁です。痛烈、切れました、ファールボールです。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、さあどう来るか。打ちました、ショート前に来る、茂木一塁へ、判定はアウト、スリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。7対0バファローズ。里崎さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたがいかがですか。まあ確かに今日の試合は厳しい内容ですよね。まあなかなか返す。打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには3番デイビス、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ハーマン、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコースへ決めました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。打ちました、ライトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。初球は何で来るか。引っ張った、これはどうだ、セカンド取った、一塁送球、これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックス金村、今日は2本のホームランを放っています。ツーアウトながらランナー三塁一塁、ボールになります。
次が3球目。打った、左中間に強い打球、さあどうだ、センター左へのヒット、サードランナーホームイン、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ホームに送球、ファーストランナーもホームイン、バファローズが突き放します。左中間へのタイムリーヒット、9対2イーグルス、なおもピンチです。打順は7番鈴木。さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね、はい、バッターボックスには代打の粟口。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね、さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。打った、センターに大きな打球、センターバック、センターバックする、センターオーバー、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、10対2イーグルス、なおもピンチです。バッターボックスは8番古久保。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまう、打ちました、左中間に大きな打球、この当たりはどうか、真ん中を破りました、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、11対2になりました。イーグルス、イーグルスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の湯気。バッターボックスには代打の羽田。吉田に代わりまして羽田、バッターは羽田、背番号3。まずは見送ります。ワンボール、打ちました、痛烈な打球、切れました、ファウルボール。いやー甘いボールでヒヤッとしましたけど助かりましたね。打ちました、この打球はフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。取って3アウトです。しかしこの回バファローズ4点を追加しています。11対2バファローズのリード広がっています。ゲームは8回に入ります。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。水口バッターボックスに入ります。今日は2つの盗塁を決めています。よく追いついた、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。打順は2番新井。今日は盗塁を1つ成功させています。走ってきた、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど、2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。3塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、12対2になりました。イーグルス、もうこれ以上点はやれません。3番バッターデイビス、まず何を投げてくるか、ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。打った、左中間に強い打球、レフトセンター下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。低めのボール、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。イーグルス追加点を許します。14対2になりました。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。アウトコース決まってストライク、打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、どうだ、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は3本。三塁回って今ホームイン、15対2になりました。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは5番クリ。先ほどの打席は内野安打でした。初球ストライク、この打球はファールグラウンドへのフライです。2球目打っていきましたがファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。
バッターは6番金村。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトになっています。一二塁間、浅村取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。15対2バファローズのリード。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり打ちました。茂木抑えてワンアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。取った、一塁送球アウト。ここは送球が間に合っています。打順は1番に帰ります。バッター水口。前の打席で打たれたのはね、カットボールだったんで、今度はどう使うのか気になるところですよね、バッターボックスには代打の大石。2アウトランナーありません。初球はボールになりました。いいボールですね。アウトコース際どいところ、変化球が決まっています。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。島内が抑えてスリーアウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。